はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーでございます。おばんでございます。はい、今日もね、しょうもないのみのお付き合いいただいております。Pさんです。お疲れ様です。はい、もうお疲れ様です。まあ、今日なんですけど、まず、団長の思い出。お客様、およびお仲間さんにご報告しなければならないことがあります。あ、申し訳ありません。ワイズファクトリーですね。あ、この度、はい、値上げいたします。いや、まあ笑い事じゃないんですけど、これはしょうがないやね。さすがにあのオイルとかタイヤの仕入れが上がりすぎ、もうちょっと吸収できなくなってきたっていう。ああ、そう。まあ、生配信の中でちょろっとお話はさせていただいてたんですけど、まあ、ちょっと今日このレギュラー動画の中でもね、お話しさせていただいて、まあ、特にうちリアルに店頭にお付き合いいただいているお客様でも、はい、動画見ていただいている方結構いらっしゃるんで、うん、そういった方々には本当にちょっとね、いつものふざけた飲み動画ではなくて真面目にすいません。ちょっとオイル交換のお値段少し上げさせていただいて、うん、あとタイヤの交換なんかはサイズによってまちまちなんでね、店頭うん、少しずつ値上げっていう形に、うん、なっちゃってるので、うん、店頭でお尋ねいただきたいんですよ。なるほど。ね、まあ、タイヤとかの仕入れも、いや本当は数年前からちょっとずつ、でも下手すりゃ毎月上がります上がりますって問屋さんに言われて、はいはい、今までこう値段変えずに耐え忍んできたんですが、うん、まあ、修理とかに関してはそのケースバイケースじゃないですか。別に決まった料金があるわけじゃないけど、うん、やっぱり固定の、ね、値段表記してるオイル交換、タイヤ交換、これね、ずっと仕入れ上がってきても飲み込み続けてきてましたけど、うん、まあ厳しいよね、うん、これ本当もうこれから商売ねやってらっしゃる方なんかも大変だと思うけど、で普通にね物価がこうやって上がってきちゃってね、賃金の方が上がってこないとね、なんですよね。これこそ本当ね、皆さん別に自営業者ばっかりじゃないでしょう、うん、これからさ、もうだってあれでしょ、スーパーとか行けば油だチーズだ食料品も値上げ、はい、ね、原油高になればありとあらゆるものが上がってくるわけでしょ、うん、全て上がるでしょ、もうね、うん、全て上がる。であとはね、ロシアとウクライナ危機みたいなのがこれからもう本当どえらい後から効いてくるでしょうし、はい、いや先行きがもう不安、うんね、もう怖くて怖くてしょうがないけども、はい、まあ、とりあえず、ちょっと身近なところから、はいはい、仕入れがもう極端に上がったものに関しては申し訳ない、お値段を上げさせていただいて、ね、ちょっと考えたんですよ、仕入れるものなんかを工夫してお値段据え置き、いやもしくはね、オイルとかタイヤだってグレード下げれば、はい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 、お値段維持どころか値下げもできるんじゃないのみたいなことまで頭よぎったんだけど、いやクオリティ下げて値段下げるっていうのは、まあ、後々長い目で見りゃ自分の首絞めちゃねえかなと思って、それはねやんない方がいいと思う。うちのスタイルじゃないような気がしてね、うん、いや、まあ、ケースバイケースで部品のチョイスはするんだけども、うん、まあやっぱね基本的には自分が自分のバイクに使えますかっていう基準で部品を選ぶんでね、うん、まあ、やっぱ極端に、まあ、俺のバイクには使わないけどお客さんのだったらいいかみたいなスタイルが、うん、まあ、基本的にはね取りませんのでご安心いただきたいなというところなんですけど、はい、いやー本当ね、こういったもんですよ、まあ、でね、おまけに鈴木の部品なんかも最近修理車の部品頼んでもね、まあバックオーダーの多いこと、あで、まあ頼んだ部品がびっくりするぐらい高いこと、あもうやってけんのかなって気するけど、うん、ね、だからまあちょっとそういった危機感を抱いたワイズファクトリーの店主が、まあ慌てて今動画に力入れているというね、はいはい、で生き残りの道をどこに見出したか、YouTube に見出したという真面目にバイクライやるよという話もあるでしょうけども、そちらはそちらで一生懸命やっております。今ね、いろんなちょっと内地振り絞って、どうしたかっていうと、まあ、結局まず値上げというね、短絡的な、申し訳ございません。まあ引き続きちょっとね、本業の方と、こうやって動画の方と、頑張っていろいろ発信していきながらね、まあ、まだ潰れるわけにいかないということで頑張っていきたいと思っておりますので、また応援のほどよろしくお願いいたしますという形でした、はい、まあ、今日は半分冗談みたいな感じで言ってますけど、非常に切実で、
申し訳ないご報告でしたけどね、はい、ご了承の方いただきたいと思っております、はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。